帽子花水木の名は、水木の仲間で花が目立つことに由来する。また、アメリカ山防止の名は、アメリカ原産で、日本の金縁種の山防止に似ていることから、リンネの植物の種で記載された植物の一つである。北アメリカ原産。主に、アメリカ合衆国先海岸からミシシッピ川あたりまで、自生しており、山岳部や、西海岸にはない。 アパラチア山脈を南部のジョージア州などで初春に北部のメイン州などで春の終わりに開花が移動する模様は花水木前線が日本の桜前線のように報道されることもあり特に南部山岳のブルーリッジ山神脈などで野生の花水木の花を見る行楽も行われる通常白い花は日本の大部分の桜のように葉が出る前に花をつける 南部のジョージア州、ノースカロライナ州などで珍重されていて、栽培種をまるで日本の盆栽のように展示する過程も多い。樹皮は、海国色。葉は楕円型となっている。秋には紅葉する。花季は4月下旬から5月上旬で、白色や薄いピンク色の花をつける。ただし、花弁のように見えるのは、双方で、中心の塊が果樹である。 実際の花は、4弁の直径5ミリメートル程度の目立たない花が集合して順次開花する。秋につける果実は複合化で赤い。秋の花水木。紅葉が始まっている。庭木のほか、街路樹として利用される。栽培する際には、うどんこ病などに注意する。また、アメリカ史の一人の食害にも会いやすい。花水木の深刻な病害である。 花水木炭素病の感染地域では、感染によって、花水木の街路樹が固障すると、花水木炭素病に抵抗性がある、山防止、または花水木の山防止荒廃品種に植え替える、病害対策が行われることがある。花水木は、英語では、犬の木を意味する、ドッグウッドと呼ばれる。この語の語源には、諸説あるが、一説には17世紀頃に、 樹皮の煮汁が犬の皮膚病治療に使用されたためと言われ、他には木製の串を意味する英語語のダグ、ドッグを作る材料に使われる硬い木であったことからとも言われる。ただし犬の皮膚病治療に使ったとされるドッグウッドは同じ水木科の植物でも西洋産種油と考えられており、花水木とは異なる。日本における植栽は 1912年に当時の東京市長であった小崎幸男がアメリカ合衆国ワシントン DC へ桜を送った際、1915年にその返礼として送られたのが始まり。この話は1981年改訂版の日本の中学生向け教科書ニュープリンス中3版でもエピソード的に取り上げられた。送られた。 花水木は全部で60本で、うち白花の苗木が40本、ピンク花の苗木が20本で、日比谷公園、小石川植物園などに植えられた。原木は第二次世界大戦中にほとんどが伐採されるなどして、戦後小石川植物園で切り株が発見されて、その標本が建成記念館に展示されており、原木は現在東京都立。 園芸高等学校にしか残っていない。なお、2012年に桜の寄贈100周年を記念して、再び花水木を日本に送る計画が持ち上がっている。日本アメリカ合衆国イエスキリストがかかった十字架には、花水木の木が使われて、そのため以前は大きかった。この木は小さくなり、花は四辺で十字架に似ていて、 壁に釘を刺された傷跡があるという伝説がある。この伝説の出所は、アメリカ合衆国と推察され、ウェン、クリストワズ、オンアース、ザ・ドッグ・ド・グルー、ツー、エータワー・リング・サイズ・ウィズ、エーラブリー・ヒュー、で始まる詩があり、これは1954年に、ザ・ビクトリア・ードボケート紙に発表されたことまでは、わかっている。20世紀よりも前にはない伝説で、 キリスト教聖書には書かれておらず、また花水木は北アメリカ原産で、イスラエルには自生していない。ありがとうございます。